エクリプスのデバッグインターフェースで、プログラムが、ブレイクポイントで停止している。様素ブレイクポイントは、ソフトウェア開発のデバッグ作業において実行中の、プログラムを、意図的に一時停止させる箇所である。ブレイクポイントの指定機能は、多くのデバッグに備えられており、これを用いることで、プログラムの任意箇所への到達を自動的に補足できる。ブレイクポイントでの停止後、プログラマーは、 通常のデバッグ作業同様に実行環境を観察し、プログラムが期待通りに機能しているかどうかを判断する。通常、ブレイクポイントには、プログラムの実行を中断させるかどうかを決定する一つ以上の条件を設定できる。最も一般的なブレイクポイントは、指定した命令を実行する前に、 プログラムの実行を停止する。これを命令ブレイクポイントなどと呼ぶ。また、メモリの特定領域の読み込み、書き込み、更新をトリガーとして停止させる場合もある。これをデータブレイクポイントあるいはウォッチポイントなどと呼ぶ。他にも時刻を指定する方式のブレイクポイント、キー入力などをトリガーとするブレイクポイントがある。CPU の多くはブレイクポイントを ハードウェアでサポートしている。このハードウェアには、分岐遅延スロットにある命令には、ブレークポイントを設定できないなどといった制限がある、場合もある。そのような制限は、マイクロアーキテクチャに起因するもので、プロセッサによって様々である。大まかに言えば、ブレークポイントに到達すると例外を発生し、それによって、デバッグ対象プロセスを実行できない状態に、 遷移させ、デバッガープロセスに制御を移す。ハードウェアがサポートしていない場合、デバッガでソフトウェア的にブレークポイントを実装する必要がある。命令ブレークポイントの場合、単にブレークポイントを設定した命令を別の命令に置換すればよい。しかし、データブレークポイントをソフトウェアで実現しようとすると、デバッグ対象アプリケーションの性能が、 大幅に低下することが多い。プログラミング言語の実装によっては、デバッグ機能を他のプログラムに公開している場合もある。例えば、フォートランの一部の方言には AT 文があるが、これはもともとは命令ブレークポイントのためのものだった。Python には Python プログラムからアクセス可能なデバッガが実装されている。このような機能を乱用すると、 コンフローム文のような機能が実装できる。ありがとうございます。